改修工事を行った護衛艦ヒューガ、型と出雲、型は空母となりました。この二艦の誕生によって、日本の空母は4隻体制になるようです。4隻の空母を保有する意味と、2タイプの空母の存在の意味について、合わせて戦闘機搭載に関しても議論されている状況について見ていきたいと思います。まずは、空母が4隻になる意味について考察します。単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイル搭載16セルのヒューガと伊勢は、別の意味でヤバいですね。2015年平成27年10月、3年に一度の海上自衛隊の観艦式が行われました。これは、海自最大のイベントで、当時、最大の目玉となったのが、最新鋭護衛艦出雲の初登場だったのです。出雲は、同年3月に就役した全通飛行甲板の航空母艦です。海自の航空母艦としては、ヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目ということになります。それだけではありません。出雲はヒューガ、型と比較すると、一回りも大きく、自衛隊では、最大の艦艇になったのです。同年8月には出雲、型2番艦加賀も、浸水、偽装作業が完了して、11月に試験航海が行われました。加賀が就役したことで、海上自衛隊はヒューガ、型と出雲、型それぞれ2隻ずつ、計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、ドッグ入りして整備する期間、乗員の訓練期間、実戦投入が可能な期間が必要ですし、それぞれの期間が3分の1ずつを占めるため、4隻体制になったことで、常時1から2隻の航空母艦が即応可能という体制が取れるようになりました。しかし、身のところヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少しですが、異なっているのです。詳しい人の中には、この二艦は護衛艦で、航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは誤解です。海自における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を持った艦艇に与えられる艦種で、一般的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する用語になっています。具体的に、金剛型や愛宕型は、護衛艦でありながら、一般的にイージス艦と呼ばれているのと同様、ヒューガ、型や出雲、型も、実際は航空母艦と呼ばれているのです。護衛艦ではありません。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇でした。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、同時に、3機を発着艦させる能力を持っていますし、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能ということです。ヒューガ、型の主な任務は、敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦です。そのため兵装は多くなります。一例ですが、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを搭載する16セルの垂直発射装置 VLS を持っていますから、航空母艦としてはかなり重兵装ということがお分かりでしょう。一方、出雲、型の出雲と香川ヒューガ、型より一回りも大きく、SH-60J、K は5機同時に発着艦可能ですし、格納庫内には15機も収容可能と言われます。しかし、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は搭載していません。最低限の自衛用兵装しか搭載されていないのです。攻撃されても反撃できないということです。つまり、敵潜水艦への攻撃は、哨戒ヘリや両艦にお任せということになるようですね。とはいえ、出雲、型は対戦能力重視型のヒューガ、型に比べると、広範な任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されているそうです。身軽なので、汎用性に富んでいる艦艇ということになりましょうか。例えば、この2艦には、手術室と集中治療室がありますが、病床の数が違います。ヒューガ、型は8床、出雲、型は35床です。そのため、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として、出雲、型が優先されると思われます。
そして、出雲型の方が飛行甲板も広いので、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利なのです。あくまでも、どちらが、その能力が高いかという話で、日向、型が上陸作戦拠点となることも考えられるので、出雲型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能なのです。日向、型と出雲型の両艦は、どちらも、SH-60J、K 以外にも、大型の輸送、掃海ヘリコプターが艦載できますし、必要に応じて、陸自のブラックホーク、ヒューイ、チヌーク、そして、知名度の高いオスプレイの運用まで行えるのです。一方、パッと見空母のような大隅型ですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化している艦です。ヘリコプターの発着艦も可能ですが、格納庫がなく、固定の艦載機もありません。つまり、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないのです。中国を筆頭に、日本を取り巻く九州離島環境の安全保障について、最大の課題が浮上していることはご存知ですね。これを解決すべく、非凡版海兵隊、水陸機動団が発足しましたが、海上輸送力の確保が懸念されていたのです。有事の際には、空からの輸送が考えられますが、大量の人員や装備を運ぶとしたら、海上輸送に頼らざるを得ません。その場合、必ず投入されると見られるのが輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか保有していなかったので、輸送力と高速航行力を合わせ持っている大型輸送艦を切望していたのです。政府も、1990年代のカンボジアなどへの PKO 派遣に鑑みて、大型輸送艦の必要性を痛感していたので、大隅型3隻の建造を許可したというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開し、L 客集艇や輸送ヘリによる揚陸方法を採用することになったのです。L 客集艇とは、アメリカ海軍でもよく目にしますが、最高時速 92km で、戦車1両または大型車両3から4台を一度に海岸まで運ぶことが可能です。大隅型は、陸上自衛隊1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面で花名三式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両が搭載可能ですから、計算上は、大隅型が3隻で1個連隊規模の輸送ができるということになります。また、海自艦艇としては初の全通式甲板ですから、CH-47 輸送ヘリのように、大型のヘリでも離発着が可能ですし、改修工事を行ったので、オスプレイにも対応できるようになったそうです。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能はありませんから、アメリカの強襲揚陸艦などに比べれば、航空運用能力は極めて限定的だそうです。しかし、この艦の収益時は、空母や強襲揚陸艦ではないかと指摘されたとか。格納庫もなく、車両用エレベーターしかない大隅型は空母に離れないし、回収して無理くりスキージャンプ台を設置しても、22ノットという速力と全長 178m では固定翼機を運用するのは、どう考えても不可能と考えられます。実は、格納庫がないというのは、非常に重要なポイントになります。これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦という艦艇に分類されているという理由になるのです。空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても国家の威信や財力の象徴として考える人も多いようですね。注ぎ込む予算が違いますし、完成したら仰々しく公開したり、進水式を行うようですから、国を背負っているという空気感は強烈です。そうした風潮はすでに強くなっているようです。日向、型、出雲、型に艦載する予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論をしているらしいですよ。購入数を増やすつもりなのか、ライセンス生産して、日本がコア部分までタッチできるようにしたいのか、全く不明ですが、
巨額予算の使い道は、しっかりと開示してほしいものですね。